ファルサラは、ギリシャのテッサリア地方、ラリサ県の南部に位置する町で、古代には、ファルサロス、または、ファルサルスと呼ばれていた。また、オスマン帝国時代には、町の名前は、サタールカと呼ばれていた。綿花栽培と畜産業が盛んで、繊維産業に雇用される住民も多い。カシの一種ハルバの生産や、ファルサルスの戦いに代表される、 古代史の現場としても有名な場所である。キド戦争のファルサルスの戦い、ゲオレディオスロイロス古代にリシア時代は、テッサリア地方の主要都市で、プティアの中心地であった。紀元前5世紀に起こったペルシア戦争では、キリシア連合側に着いた。紀元前4世紀には、地域の軍事的強国に成長したテッサリアに、併合され、その後テッサリアがピリッポス2世引き入る。 マケドニア王国に服属したため、この地もマケドニアの一部となった。第二次マケドニア戦争と第三次マケドニア戦争では戦場となり、その後この地域一帯は共和制ローマの一部となった。紀元前48年には、ローマ内戦では、ポンペウスらの元老院派とカエサルが、ファルサルスの戦いを、ファルサラの平原で行った結果、カエサル派が勝利し最終的に、 ローマの共和制が終焉することとなった。古代ローマの地理学者ストラボンは、この地にはファルサロスと旧ファルサロスの二つの町があったと書き残している。 ディテールドセンサスリザルツ r e s u 2011 HTTP コロンスラッシュスラッシュ www.statistics.gr スラッシュポータルスラッシュページスラッシュポータルスラッシュ esy スラッシュバケツスラッシュゼネラルスラッシュレジデントポピレーションセンサス2011 XLS ありがとうございます